希望だなもう大丈夫か、息してるか。まあ今日はとりあえずお前らキモータたちのために、あの俺がまたあの上海旅行連れてくんだけど、大丈夫か、まあ、とりあえず行こうか。いや今日も食べるとこ近くに行きました。はい、ということで、あのずっとまっすぐらしいんすよ。いやもうさ、これどこまで続く、もうね、これどこまで続くのねえ、こいつ口ないんか、こいつ。あ、ないか。まあ、とりあえずあの行きましょう。トトロいたもん、トトロいたもん、トトロいるじゃん。じゃあ、あれ何、あれトトロじゃなかった、じゃあ何ですか。本当にさ、トトロいるってさ、信じないお前ら、本当にさ、ぶっこいだということで、まあ、とりあえず、まあ、とりあえずここまっすぐ行ったら、なんか役所論法のお店あるらしいんで、まあ、とりあえず行きましょうということで。では、行きましょう。この状態で行きましょう。何時間かかるんだろうね、役所論法の場所に着くまで。はい、ということで、あの、ここで食べるらしいんで、あの、今から、侵入していきたいと思います。ってことで失礼します。いや今日は君たちに上海ですごくすごく有名な焼き小籠包のお店を紹介していくよ。中はこんな感じですごくセクシーなのだよ。ああみんなこのお店がセクシーすぎて画面ネロレロしてるでしょ。臭いから普通にやめてほしいのだよ。早速私小林太郎が頼んだ焼き小籠包と北京ダックのスープが届いたのだよ。ではまずこちらの北京ダックのスープを飲んでいこうと思います。おっと失礼、美味しすぎて北京ダックのスープでうがいしてしまったのだよ。次はこちらのプルプルでボインボインな焼き小籠包を食べていきます。私とても紳士なお兄さんなので綺麗に食べていきます。おりマジか、この焼き小籠包俺に発情して肉汁吹き上がったのだよ。マジでドスケベな焼き小籠包すぎて大爆笑なのだよ。ガワハハハハハ、みんなもぜひ来てみたらいいと思うよ。ガワハハハハハ。はい、ということで、あの歩いてたんですけど、パンダいました。これカニパンダ、うん、うわっはっはっ、ということであのカニパンダ見つけたんで、あのすごい今大興奮してたんですけど、いきなりとりあえずあの駅に行きましょう。下下下入れるということで、あの間違えたんですけど、まあ、とりあえずね、あの駅に着いたんで、今からあの明日杭州行くんですよ。杭州行くんだよね。はい、ってことで今から杭州のね、あのなんか新幹線の切符買いに行きたいと思います。あよーす、はい、ということで私小林調査隊は今からあの中国の自販機を紹介していきたいと思うのであります。ということでまずこちらです。小林最初これ見ててやん、びっくりしたんだけどさ、自販機なのに天狗ってなくない？自販機って普通天狗ってない？あ、なんか見てるよ。なんだあいつ、これ見て、俺のこと見てニヤニヤしたのに手打ったらさ、無視。What's happened？ ってことで、まあこんな感じでね、これ押して、あー、おい待ってよ、これ現金で買えないの？まあこんな感じでね、まあなんか現金も使わせてくれないというね、謎のシステムがあるんですけど、まあこんな感じで、まあ、あっつは日本に売ってるのに中国には売ってないんだって感じで、まあじゃあどうすんのせっって思ったんだけど、まあもうこないしかないよねってことで、このしかないよねということで、こんな感じで、まあこういうのしかないということで、まあ以上小林隊長でしたということで、あの今から切符買いに行きたいと思います。では行きましょう。とりあえずチケットを買えたので、この少年は今から上海のすごくいいところに行くために電車に乗るみたいです。乗車したらびっくりもっこり、この電車スマホの充電スペースがありました。私は興奮してついつい充電したら少しスマホがバグったので、あまり充電しない方が良いのかもしれません。皆さんも気をつけてください。はい、ということで小林隊長、今こちらチンアンスに来ました。ということでチンアンス、チンアンスということで、今から小林隊長、このチンアンス、これはお寺らしいですよ。これ中国のお寺らしいんですけど、まあ今からね、お寺には行かないんですけど、まああの今から楽しんで、あの
まあ何か見つかり次第、私小林隊長は今から報告して皆さんにしていこうと思います。すごい、みんな俺のこといっぱい見てる。俺有名人よこれ。俺めっちゃ見られてんだけど。え、俺有名人。小林太郎です。サインいる？はい、ということで、牛があったらしいんで、紹介しろということで、私は今こちら牛を紹介してます。でもお母さんに牛って言われたんですけど、これどう見てもサイなんですよ。これどっちなの？牛なの本当に？そうです。これサイだと思うんですよ。あ、そうですね。これ牛じゃないんですよ。あああうわくっせえ。こんな感じで、まあちょっと待って、どうした、血が持ってた、どうした？頭触る、オッケー。はい、ということでこんな感じで、ここら辺はね、ブランドのものがいっぱいあるらしいですということでね。すごい綺麗だね。あー綺麗。でもみんなも綺麗よということで、まあ見ていきましょう。はい、ということで、あそこにリップクリームとかあるんよ。唇がいっぱい歩いてるんだけど。あーもう僕も可愛くない。怖い。あーもう来て、あーもう可愛くなっちゃう。こんな感じで、まあ人がいっぱいいるんですけど、まあ今からね、ここ多分ここかな、ここ行くのかな、今から。あ、ここ行くということで行きましょう。いや、今日は大菊祭、お前らに中国のデタチカを紹介するのだよ。私小林太郎、中国でしか買えないお菓子などを紹介しようと思い、こちらのデパ地下に来たのですが、こちらのデパ地下どこを見渡しても日本のお菓子とかしかないのだよ。ここのデパ地下、私をバカにしてるようにしか思えなくて、私小林太郎は不愉快になったのだよ。さすがに飲み物は中国の飲み物が売ってると思い、飲み物コーナーに行ったら日本に売ってる飲み物しかなかったのだよ。マジでこのお店、私に日本に帰れって言ってるようにしか思えないのだよ。見てよ、お酒まで日本のお酒なのだよ。あー頭おかしくなっちゃう。あ、気持ちいい。おっと失礼、ついつい感情的になっちゃったのだよ。お菓子や飲み物は日本のものばかりでしたが、お惣菜コーナーみたいなところにはしっかり中国の食べ物がたくさんあったので、すごく興奮してカッパダダ漏れしてしまったのだよ。あはははは。とりあえず今回行ったデパ地下は日本のものが多かったのですが、他はそんなことないと思うので、中国を感じたい人はぜひ行ってみたら良いと思うよ。バイ。マッサージ屋さんらしいっす。はあ、マッサージ。あ、これ意外と臭くない？そうですね。なんか、うんこの匂いするとかみんな言うけど。あー、これはグッドスメイルということで、いただきます。登録